はい、今回はね、男女の寿命についてちょっとねお話しします。とっても言いにくいことなんですけども、あの老衰の男女比ってあるんですよ。で、おそらくね、男性の方が早く死ぬんですよ。男性の平均寿命が女性に比べてすごく早いんですよね。男性の方が早死にするんですよ。これはね、言い方をね、鋭くすると、男性は女性によって早死にさせられているとも言えます。これを平たく言うとね、男性の労働量ってやっぱり女性より多いわけですよ。ね、男性ってのは基本的に女性よりも社会を支える部分が大きいし、女性よりもたくさんお金を稼いでこないといけない、そして戦う場面ってのは多いわけですよね。相当なストレスも抱えるでしょう、うん、そうなるとやっぱり早く死んでしまいますよね。で、ある意味ね、その男性が女性を守る、養う例ってのはいっぱい多いと思うんですよ。でもその逆ってあんまりないじゃないですか。でもそれは男女で分けられた時からもうそれは決まってるものとして考えるしかないかなと思います。要するに大人が子供を養うのと同じように、男性が女性のより多くその面倒を見ていくっていうのは、これはね、やっぱり性別が2つである以上変わんないんじゃないかなと思うんですよ。ですので男性の皆さんね、女性によって被害を被ってるというふうに考えるんじゃなくて、やっぱり男ってのは女を守って先に笑って死んでいく方がかっこいいと思うぐらいしかないんじゃないですかね。私もそういうふうに割り切っていこうかと思います。本当に女性の皆さんにいつも救われております。ありがとうございます。